はい今回ですね千葉の食品で銚子名物こだわりの味ぬれせんべい薄味っていうことでこちらのぬれせんべい食べてみようと思います株式会社石神ということになっていて原材料はうるち米醤油みりん砂糖かつお風味調味料トレハロース調味料、えー、加工でんぷん酸味料というふうに書いてますマ入りになっててまして えーと株式会社石神は千葉県銚子市にある会社だということですはい、えー、ぬれせんべいうるち米使用していてで食べる時こう何ていうんですかねこうねっとりっていうかしっとりしていてふ普段食べるあのパリッとしたせんべいと違ってこれはこれですごく美味しいのでたまに食べるとですね美味しいのでちょっとですねまた久々,久々に食べてみたいなと思って購入です で中はこのように小包装になっていて1枚ずつ入っている感じですねはいこういう具合ですそれでは袋から出してみたんですけどもこういう具合ですねでせんべいこういうふうにふにゃふにゃっとした感じになっています、はい、半乾き状態ですはい、まあ、こういうふうに半分に割ってみるとこういう感じですねパリッとしてなくてしっとりした感じで で、醤油の風味と、このお米の、えー、もちっとした、もちっとしたというか、しっとりとした感じですね。はい。そしたら、ちょっと食べてみようと思います。うん。 しょう油のキリッとした風味がしっかりと効いてて普段食べるせんべいよりも醤油の風味がしっかりと効いてる感じで,でしっとりとしてるのでパリッとした食感はないんですけれどもこれはこれでまた美味しい独特の食感ですごくいいと思いますもしですね千葉県銚子の方行く時名物の濡れせんべいあるので。 気になったらチェックしてみてください。